土曜日のすごい天気のいい日に、よくそう見ていただきました。私後楽園球場を取ってこちら来たんですけど、すごい人でですね、巨人中日戦すごい人ですね。皆さん巨人中日戦を振り切ってこちらに来ていただいてありがとうございます。開始5分前となりましたので、これからのイベントの紹介をさせていただきます。次に私のイベントではないんですけども、ヤタガラスさんがやっている寄席が17日、ございます。次の週ですね、はい、それから19日の月曜日ですけども、坂東さんが今安倍さんの死をいろいろネットでは本当の死の原因は何なのか、もっと究明すべきじゃないかと声が上がっています。で、坂東さんとちょっとお話をした結果、坂東さんは単独関節なんですよ。で、おそらく9割の方は単独関節じゃなくて、何らかの力がかかったという意見が多いんですけども、坂東さんは警察の方ですので、警察の方の意見もこれちょっと非常に重要なので、大きく話してくださいというふうにしています。私はどちらかというと単独犯不正説なんですが、あえて坂東さんにお願いしました。この間遠山光さんの話でですね、船がキュッキュッガーッと8割ぐらい行くとひっくり返る、片っぽに人がいないとダメだよということで、必ず物を考えるときにはバランスを持って考えるという、そういう意味合いで計画しています。山岡さんからこれをおかしいんじゃないかって電話がかかってきてですね、そういう趣旨でやります。やっぱり専門家の警察の専門的な科学的な目線ではこう 見るという考え方のやつですね。それから25日、これはこれから毎年やってるんですが、蔡介人さんの命日です。この命日の日に、諸橋重一さんという消費税の事務局長をやっておられる方なんですが、この蔡介人さんの意向を娘さんが本にして、日本は奇跡の国、反日は恥という本を書かれて、非常に感激したということで、じゃあその感想をお話しくださいということで言いました。それから三浦小太郎さん、今の正論でも書いてますが、いわゆる統一教会のことについてものすごく詳しいんです。統一教会のことを語るんだったら僕だって言うんですけども、題名を私が尊敬する韓国人というテーマで皆さんに話していただきました。それから、9月29日は日中友好50周年なんですが、この日を捉えて、仙台から張洋さんという人気 YouTuber の方を招きました。真の日中友好を考えるというテーマで、日中友好50周年には中国の方から相当のイベントをね、プレッシャーがかかっているようですが、角田隆昌さんは、日中国交回復50周年は侵略者だという本も書かれていますけれども、そういった考え方の中で一度張洋さん、中国人の方が語る日中友好についてお話をしてもらいたいと思っています。それから今非常に宗教の問題が世界を動かす要因になっていて、意外と日本人は宗教のこと知らないので、ユダヤ教徒の吉岡さんに、日本の愛国者がイスラエルの保守政党となぜ手を組まなければならないのかということのテーマをでお話をいただきます。で、その次に22日、モルモン教について、私の姉がモルモン教徒なんですよね。で、姉に最後 のステージを準備するからですね、モルモン教について話してくれということでお願いをしました。そして千葉にお住まいの井上さんがこのことについて話していただきます。それから10月の最後の30日、鎖国という正しい選択ということで、鈴木総一さん、この方は反グローバリストで歴史認識もそういう認識なんですが、鎖国というこれからのテーマ、昔の鎖国はどうだったのかということを 見ながらですね、現代にこの鎖国という選択があるんじゃないかということをおっしゃっているので、講演をお願いしています。それとですね、実は私が12回シリーズで自衛隊について学ぼうというのを今発信して、ご覧になられた方はちょっと手を挙げてください。ありがとうございます。これは加瀬先生がですね、企画されたもので、未来ネットというところに話持ちかけて、いわゆるやりましょうということになったんですけども、未来ネットの花村さんが5月に亡くなられ、
加瀬先生が入院されるということで、この話、ボツになりかけたんですけども、非常に今、自衛隊が本当に有事に、今までは国際貢献だったか、災害派遣だったんですけど、本当の有事に今、巻き込まれつつある、第三次世界大戦が始まっているよという哲学者の方もおられます。そのことを踏まえながら、自衛隊のことについて、本当に皆さん、私はご存じないと思うんですね。だから、この自衛隊の本質のところを知っていただきたいということで、計画をいたしました。それで皆さんにお願いなんですが、今月の17日に、たまたんが、4回、5回、6回と、3回にわたって収録して、本業ライブ、飯田さんが収録してもらうんですが、最後 の6回目にですね、質問コーナーがあって、たまたんに聞くという質問コーナーで、それを私の1回目のところに流してるんですが、まだ質問があんまり来ないので、皆さんにできれば、この裏紙で結構ですから、質問を変えていっていただけないかなと思って、名前は何の垂れ目の名前でも取られないけども、質問を変えて帰りに受付に出していただきたいというふうに思っています。それからこれは社会運動として9月の24日土曜日ですけども、安倍総理国葬を断固支持するという凱旋を私が企画しました。そこにおられる上蔵さんもバックアップしてくれてるんですけども、で上野さんそのバックアップ の原稿もね、今日書いて持ってきていただきましたけども、これは23日、武道館周辺を囲むという反対集会があります。で27日国葬ですが、そこに向けてもう一度やるということで、もっぱらメディアも運動隊も国葬反対、国葬反対なんですよね。署名活動も国葬反対の方に人が一生懸命向いてる、保守はみんな沈黙してるんですよ。静かにその葬儀を迎えようという趣旨なんだと思うんですが、外国の人から聞いたら、なんか日本ではもう非常に国境反対反対とばっかり言ってるじゃないかと。本当の日本人の声が外国の人の人権に届かないので、国会議員堂の前でですね、安倍さんありがとうと、そして日本を取り戻したくれようとした安倍さんに教団が与えたわけですから、そのことに抗議して、本当の日本を取り戻すことについて、我々は安倍さんの意思を積んどうという思いをですね、凱旋で訴えたいと思いますので、私は1000人ぐらい集まっていただきたいと思ってるんですよ。これ、人数が少ないと、なんだかこの凱旋はっていうなりますので、できるだけ皆さんに声をかけていただいて、1000人ぐらいの人を集めたら、少しは公安も、あるいは左側の人も、組織動員力ではありませんからね。完全にもうネットでのお願いですから、1000人集めるということを目標にして、皆さん声かけをよろしくお願いしたいというふうに思っています。それから今ちょうど11日沖縄の、ね、知事選ですけども、その知事選で一生懸命頑張っている中村悟さんが10月7日参議院大会で、そうそうたるメンバーを揃えて、沖縄を見捨てないでくれというテーマで講演をされます。講演会をね、されますので来ていただければ。はい、どうもお待たせしました。それでは、林裕孝先生に講演をお願いします。林先生はですね、私はどちらかというと危機シリーズのシリーズで、日本はこんなに危ういよということばっかりやってるんですが、